東京湾炎上は1975年7月12日に公開された日本の特撮映画。制作は東方映画、東方映像、配給は東方。同時上映は頑張れ、若大将。石油を満載したタンカーをシージャックしたテロリストやその脅威にさらされた乗組員たちの人間模様と事態を秘密裏に解決するために、 情報操作を行う政府を描いたパニック映画である。劇場公開当時は、日本沈没や、ノストラダムスの大予言などのパニック映画が流行していた上、前年に発生した第10遊養丸事件などの石油タンカー爆発事故が相次いでいたため、これらに影響を受けて制作された。原作者の田中孝二は、本作品の原作である、爆発の臨界の取材のために、 ノストラダムスの大予言の特撮撮影現場を訪れており、東方映像社長の田中智之は、その当時から映画化を検討していたという。特撮映画であるが、ミニチュア撮影のシーンは少なく、炎上する東京湾のシーンは実景にセットで、撮影した炎を合成したものである。一方、メインの舞台となるアラビアンライト号は、特殊美術スタッフの井上康之によって、 全長7.2メートルの巨大なミニチュアが制作され、高校シーンはアイアーを装着したトラックで、剣引している。井上は、当初8メートルを要望していたが、制作部長からは2メートルと指示され、プロデューサーの田中智之が間を取って4メートルで、決着をつけたが、井上はこれを無視して7.2メートルで制作した。井上は、水はごまかしが効かないため主役は大きくしないとがが、 保たないと述べており、実物を見た田中は意外に大きくなかったという感想であったという。また、コンビナートや、キサン、CTS の爆発シーンでは、特技監督の中野明吉が粘着性のある爆発にこだわり、石油タンクのセット内に様々な化学薬品や火薬を調合して仕込み、派手な大爆発を撮影している。アラビアンライト号の看板、船内シーンの撮影には、 山下新日本汽船のタンカーである山菱丸と若鶴丸を使用している。シー・ジャッカー襲撃シーンの撮影は石油積載状態で行うと危険であるため、鉱石運搬兼用船の若鶴丸が鉱石のみを積んで停泊している2日間に集中して撮影された。横下編では9年前の東方映画ゴジラ・エビラ・モスラ・南海の大決闘と同じく 影山の人用が使用された。原油を満載して帰国の途についたマンモスタンカーのアラビアンライト号は裏賀水道を航行中、石油メジャー排除と資源ナショナリズムを主張するテロ集団にシージャックされる。テロ集団は日本人の文句を介してタンカーの原油タンクに次元爆弾を仕掛け、既産 CTS を爆破した上でその様子をテレビ中継しなければ、 東京湾の中央に停泊させたアラビアンライト号を爆破すると要求する。要求が事実である証拠に、24時間後に石油タンカーのうちの一石が爆発すると予告する。もしもアラビアンライト号が爆破されれば、積載された原油の気化で沿岸部のコンビナートも誘爆し、発生した有毒ガスで、首都圏の住民はもちろん、行政、産業、交通も全滅する。一方、 要求通りに、基産 CTS を爆破した場合は、アラビアンライト号の数十倍の原油によって、鹿児島湾が、死の海になると予測される。政府は、すべての石油タンカーの養生退避を支持し、人質解放の交渉のために時間を稼ぐが、その間に脱出を図った乗組員は射殺され、クリア町の寺田の死と引き換えに、テロ集団のメンバーの一部を拘束に成功する。そんな中、 予告通りに、清水港のタンカー、掃除、丸が爆破される。一向に進行しない事態に、対策本部長のかつ野は、現地からの映像に、特撮の爆破映像を合成して、テロ集団を欺くことを提案する。帰産、CTS 付近を立ち入り禁止区域にし、映画監督を対策本部に招く。膠着した船内でも、拘束されたメンバーと人質の一部が交換され、 テロ集団内に対立が深まり出す。そして、ついに要求通りに、キサン CTS 爆破の特別番組の放送が始まり、現地からの映像でも、戦闘機の爆撃で、石油タンクが、次々と爆発していく。それは既存のパニック映画の映像を、現地からの映像に合成した放送であり、カツラギノは、作戦の成功を確信するが、現地で、雨が降り出したことから、 映像が合成であることがテロ集団に知られてしまう。リーダーのシンバは次元爆弾を起動させ乗組員たちに対戦をするよう命じる。ところが日本人に両親を虐殺されたメンバーが反発しメンバー同士の銃撃戦になる。その最中に乗組員たちは反乱を起こしテロ集団を全滅させる。シンバが必死に隠滅しようとしたメモから 乗組員たちは仕掛けられた次元爆弾を撤去していくが、一個だけが外れで原油ンク内に落ちてしまったことが判明する。そこへ一万一に備えて液体内で行動できる特殊潜水服とソナーを持ち込んでいた海上自衛隊の特殊部隊が乗船してくる。潜水服を着た館は原油タンク内に潜り次元爆弾を探し始める。残された時間は10分。 果たして次元爆弾は見つかるのかありがとうございます。